皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤舞香です。はい、こちらはですね、昨日の夜ですね、はい、金曜日の夜に、また仕事でね、 JR 方面に行くのに、せっかくだからと思ってたくさん歩くって昨日宣言してたと思うんですけど、なるべく歩くようにしておりまして、オニクル経由で歩いてみようと思って歩いてみました。夜のオニクルの明かりね、好きなんですよ。で、少しね、寄り道なんかもしてみたりして、はい、エレベーターで上がってるっていうことはあんまりね、カロリー消費してないんですけど、そして映り込んじゃうんですよ。どうやってもなんか映り込んじゃうんですよね。いろいろ頑張ってるんですけど、まあ、夜のね、景色に見てみたいなっていう方はぜひ実際に乗ってみてください。着いちゃった。はい、こちら7階からの夜景ですね、茨城の。こんな感じでね、はい、見ることができます。ただ夜はテラスに出れないところとかね、ありますね。時間帯によっては夜出れないので、ガラス越しですが、はい、電車が走っていくのが見えますね。これは多分 JR かな。はい、車のね、このね、なんか流れていくようなのも、流れ星みたいで綺麗ですね。こちら夜の MS8 ちゃんです。もうなんか夜たびにね、心の中で話しかけているのですけども、はい、私の大好きな、はい、光学式の投影機さんです。もう長いことお世話になりました。この子が見せてくれた星空はね、きっとみんなの心の中にね、宿ってるんだと思うんですけども、はい、この子には本当になんとお礼を言ってもお礼を言い尽くすことがないなと思っています。こちらは夜の芝生広場と、向こうの方はね、和室が見えてましたね。こちらは、はい、いわゆる吹き抜けの部分ですね、天窓と言って良いのでしょうか、トップライトっていうね、ものがありまして、この縦の道っていうので、こう空気が流れるように作られてますよということで、で照明のね、方の、はい、ご紹介なんかもあったりなんかします。いろんなところにオニクルは曲線がね、本当にとても綺麗に生かされてて、調和が取れてるところがやっぱり、うん、芸術作品だなと思ったりします。カーテンもそうですし、椅子もそうですし、なんか本当に細かいところまでね、いろんな人の思いが詰まってるなと思います。この大階段もベンチになっててね、こう座ってね、子どもたちが本を読めたりとかするっていうところがね、だいたい昔はね、階段に座って本読んだらダメよって怒られるところがですね、ここではね、夢が叶っちゃうんですね。こういう風に本棚のところでちょっと疲れたら座れる椅子も可愛くてたまりません。行くたびにやっぱり細かいところね、見てるつもりなんだけど新たな発見があって、奥の隠し部屋みたいなところを見つけて、うん、なんか可愛いなと思ってニタニタしていました。まあ図書館で iPad を持ってフラフラしてる人がいたらほぼ斉藤さんだと思います。音楽仲間にはね、またオニクル行ってんのって言われまして、はい、オニクル中毒やねんって私は言っているんですけども、本当にね、オニクルさんにいると、うん、いろんなことがひらめいたりとかするので、結構自分のね、活性化させる場所として選んで行ったりなんかしてます。こちら昨日言ってたカーテンですね。はい、こちらね、夜行ってみると、今までね、全体像が取れなかったんですけども、夜はそういえば閉まっているので、はい、まあ、実際に全体像を撮ることができるんですよね。お昼間どうしてもお子様が映り込んじゃうので撮れなかったこちらの遊具もですね、しっかり撮れた上に、さらにこの土屋あゆみさんのね、作品、2点もともとあったのが1点だけになって、多分修理してたのかなと思ったんですけど、ちゃんとまたね、2つ揃って綺麗なラインを描いています。この日はですね、まあ、夜に寄ったので、実際にどんな音が鳴るのかっていうのは確認できなかったので、またね、お昼間行った時にお子様たちが遊んでる時にでも音を聞いてきて、何の曲かを確認してこようかなと思っています。前に2つあった時は多分ジングルベルと喜びの歌だったと思います。まあ、また確認してみますね。で、まあ、そんなわけでですね、今度はね、こちらね、帰りですね。茨城道地区の前を通り、そして JR のこの龍さんが夜ライトアップされてることに気づき、もう見てすごい時間でしょ、帰ってくる時間。この時点で11時37分ぐらいなのかな。で、遅いから早く帰ろうと思ってたんですけど、ライトアップされてる龍さんを見たら、撮らないわけにはいかないですよね。個人的にはブルーの龍ももうちょっと見たいんだけど、主に
緑と黄色と赤って感じですね。中に電飾が仕込んであるのだと思いますが、はい、このどんな色にしてもこの目が可愛くて口がへーって言ってるのでね、結構ゆるキャラですね。癒されます。疲れて帰ってきてもあの顔を見るとほっとしたりしますね。こちら本当に深夜のオニクルです。はい、この前通ったくらいで多分夜中の0時なんですけどね。でこちら今日ですね、朝録音を1個片付けてから、はい、夕方の本番までに、実は1個本番が入ってたんですけど、はい、金曜日に続いてですね、諸事情により流れました。はい、もうねそういうこともないだろうと思ってたんですけど、2連ちゃんであるとなかなかへこみますね。こればっかりはでも自分の力ではどうしようもないので諦めています。こちらお話の家ですけども、朝に今日寄らせていただいたんですけど、9時から9時半の間だったかなぐらいに行くとこんな感じで、はい、まだ皆様来られてないので写真をねゆっくり撮ることができました。井上さんのねパネルもやっと撮ることができましたね。それを思うとやっぱり茨城市ってすごく芸術家をたくさん輩出してるなと思います。なんかちょっと鼻高々になっちゃいますね。はい、こちらね昨日ちょっとねなんか相談されてる方がいましたが、カフェスペースのところなんですけども、もう少し増やせれたらいいなみたいなことをおっしゃってる方がいました。こちらうちの生徒さんが気づいたカーテンレールのことをね、昨日の説明では分かりにくいからなんとか分かりやすいように動画に撮りたいと思って四苦八苦してるんですけど、上のこのレールの部分分かりますか？さっきのゴーダホールの、ゴーダホールに向かって左側にあった赤白のカーテンがぐるーっとこうつながって青のカーテンのところまでこのレールがねつながっていましてですね、これが一つの間仕切りになるように作られてるんですね。で防火シャッターはそれとは別のレールがあるんですけども、っていうことは以前からなんかチラチラ言ってました、もしもの時の非常時の時にこうゾーン分けをできるようにしてあったりとか、イベントごとにもなんかね多分区切ることによっていろいろとできるっていうことなんだろうなと思うんですけど、実際にどういう使い方をしていくのかがねまた見れたらなと思ってます。こちら自転車置き場も何か増えてますね。なんか今日はガンバさんが来てたみたいでね。はい、今日、だから午前の仕事から、昼過ぎの仕事までのこの移動の時にね、またちょこちょこ寄ってました。こちらオニクルの設計者さんの伊藤さんのね、本が置いてあるコーナー見つけましたよ。今日はですね、ここもね、ネットを張りましてですね、落下した時が怖いからということで、なんかね、こういうふうに対策とかも日々進化しているみたいです。こちら一大事、ティコラテさんの臨時休業です。12月19日と26日ですね。でもよく考えた火曜日は私仕事が忙しくて全然寄れないんだった。でもティコラテさんが閉まるという案内が出るとね、必ずチェックしとこうと思ったりするわけですけど、ティコラテさんに通い出してから、もちろんそれだけではないんですけど、ちょっと増加気味ですので、頑張って歩いて、昨日から今日にかけて、約 1.5 落ちたんですよね。私ね振り幅大きいんですよ。 1.5 落ちたからといって 1.5 痩せたわけではないので、引き続き気を引き締めて頑張っていこうと思います。それでは皆様またね。